しいわね。雪でも降るんじゃないかしら。雪は降らねえけど、雪崩には巻き込まれそうにはなった。そういえばそうだったわね。そういや、マリコも巫女だったんだっけな。タキコも最初はそんな感じだったぜ。ま、あいつの場合はその後にいろいろあってその運命を受け入れたみてえだけど。でもよ、巫女だからって何でもかんでも背負い込むことはねえのによ。そんなことねえよ。二人とも早くしなさい。Thank you.
マリコ、俺のそばから離れるなよ。ああ、苦闘国の奴らに違いねえ。お前、巫女だな。そうか、お前の名はマリコというのか。心配？何を言ってるんだ。俺はお前を捕らえるために来たんだ。マリコ、下がってろ。貴様、邪魔するようなら容赦しない。バカなこと言うな。俺は最初から第五教団のために働いてる。不当国はその協力相手だ。
めるなよ。こいつは本当に巧みなのか。あなたが異界から来たという方ですか。手荒な真似はしたくありません。おとなしくしてください。命拾いをしましたね。今日の目的はこの娘です。ほら、僕に構っていると玄武の巫女が死んでしまいますよ。きっとこのやつはてめえら、目的はマリコか。ほら、起きろ。気がついたようですね。助かったな。いつもならスパッと殺されてるのに、珍しいんだぞ。これだけ喋れるのなら
まだまだ元気があるということです。生かすか殺すかはあなたの心がけ次第ですよ。さて、こちらの質問に答えてもらいましょうか。名前は何と言いますか？玄武の巫女たちと一緒に行動しているようですが、目的は何ですか？見たところ、玄武と縁のあるものとは思えませんが。世界、あなたは北韓国の人間ではないのですか？匠というのは先ほどあなたを捕らえる時にいたあの兵士のことですね。匠もあなたと同じように外の世界から来たというのですか？興味深いですね。あなた方は外の世界から来たということですか？確かに。それならばその変わった服装にも納得ができますね。シュラ、縄を解いてあげなさい。しばらくはここに留まってもらいましょう。残念ですが、匠はもうここにはいません。教えるわけにはいきません。それからこの宿営地から外には一歩も出てはいけません。逃げるようなら殺します。諦めてください。あなたの事情は我々の事情じゃありませんからね。シギ様、この娘を教団に差し出さなくていいのですか？日が変わりました。しばらく我々の手元に置いておくことにします。その間はシュラが面倒を見るんですよ。わかりました。おい、ついてこい。逃げようと思ったら殺しちゃうからね。
このままぐさりってこと。いっぱい血が出て痛いはずだから、そんなことを考えない方がいいと思うよ。あ、痛いって思う暇もないか。つかないぞ。シューラ。たくみ？あいつなら今教団本部に行ってるよ。お前のことを報告するとかなんとか。してろよ。これからあるところに向かいますが、あなたにも一緒に来てもらいます。教団本部ですよね、市議様。シュラ、余計なことは話さなくていいのです。市議様。それに、あなたは玄武の巫女の仲間のようですし、玄武の巫女たちへの人質に使えるかもしれません。
それは我々が決めることです。あなたはおとなしく、シギ様？シギ様！死んじゃったの？助かるのか？マリコ、シギ様助かるのか？